息足別名は、危機等に伝わる古代日本の皇族、第十一代水人天皇の御子である。表記は文献によって、次のように異なる。本校では、表記を息足別名に統一して解説する。また、俗日本語記に見える、イカラたち即非命を同一人物と見る考えもある。第十一代水人天皇と、 丹波道将の娘のあざみけえりびの間に、生まれた巫女である。同母妹として、千朝さ姫命の血がいる。仙台旧寺本義、天皇本義では、母は、同じとするが、同母帝に五十足跡、別名、五十日足彦命があると遺伝を記す。妻は不明であるが、子に、憂霊用別名を挙げる系図と、伊賀国蔵祖の部位ガと別名を挙げる系図がある。 俗日本記では、四世孫として、すねじめと等をあげる。古事記、日本書記には自責に関する記載はない。新先生史録によれば、一則別名が、幼少の時、当天皇により伊賀国阿保村に、命のための救出が築かれ、道村が、富優として、一則別名に授けられたという。三国知事は、その宮が営まれた地を、阿保南部の麻布く森から、 地西の森にかけてのゆるらかな丘陵地帯に否定している。域則別名簿域則別名の墓は、宮内町により、三重県伊賀市、阿保の域則別名簿に自乗されている。宮内町上の形式は山形。遺跡名は、西北家寺古墳で、一辺約35メートルの、方墳とされる。本古墳は、明治9年に、宮内町により公式簿に自乗された。 伊賀地方では、遠藤埴輪を伴う、唯一の古墳であり、周辺の田畑で、埴輪編が採集されている。また、1997から1998年には、付近の西北家寺遺跡の発掘調査において、本古墳のものと推定される埴輪編が出土している。築造時期は、古墳時代中期末引く、後期諸島の5世紀抜用マイナス6世紀初期頃と、 推定され、阿ホ周辺の古墳としては最も早い築造と位置づけられる。そのため事情を疑問視する意見も強く、現時上母は、畿側別名の公営氏族の墳墓とする説もある。また、畿側別名を祭人とする伊賀市の大村神社境内には、古墳群があり、そのうちの古墳が、畿側別名の墓に該当するとする説もある。 息気息別名について、古事記では、左法ノーブの別、新先生四録ではアイファソンの祖とする。俗日本語記には、イカラタたち即ノチの,地の病影として、時宗氏が見え、イカラタチち即非命を、意気息別名と同一人物と見てこの時三ツル氏も、光栄氏族とする説もある。また、下谷国の若田氏にも、光栄とする伝承がある。その他、 お月氏にも命の光栄とする記載が見られる。日本三大実録によると、息息別名光栄という小月山今を、誘調らに、阿保阿村の市政が可視されている。この阿保氏はの地匠家屋氏と改正し、お月氏着流の身武家が、明治に提出した系府、身武家府でも、息息別名の子孫としている。ただしこの氏は、 本来祖別名の公営であるため、壱則別名公営を称したのは、阿損世を得るための仮坊とする説がある。一方、お月の山君、伊賀国蔵と愛穂君との同族性から、壱則別名と祖別名を同一人物と見る説もある。栃木県日光山海域の正道商人の伝記、不だらく山荘荘立記では、水人天皇の第一級王子として、 生足別名の伝承を載せる。同期によると、命は直命を受けて鈴鹿川の上流で、伊勢神宮を放災した後、縁があって東国に下校したが、利病により一丸を損失した。そのために気楽できず、下野の国の室屋島に留め重して、同地の若田市の祖となったという。栃木県猛歌市にある、鹿島神社にも、同様の社殿があるという。谷川健一は、 この伝承について、古代日本においては、タン野神が多く、石岩とされていること、異母兄弟である誉裂別名や五重形式、入彦命等も単野に深く関係すると見られること、当天王自身にもタン野に関する伝承が見られること、日光山の祭祀にはタン野と深く関わると思われる、おの氏の関与が示唆されること等から、息足別名とタン野色との関連を指摘している。 注釈減点失点にしほっけ自分に関するカテゴリー。ありがとうございます。